こんにちは、アテナくんだよ。パンダっていつも笹の葉を食べているよね。でもパンダはクマの仲間。意外に思うかもしれないけど、肉食の動物なんだ。だから野生のパンダは笹や竹の他に魚や虫、小鳥や蛇などの小さい動物も食べたりするよ。でも元々が肉食の動物だから、体の作りが草を食べるようにはできていないんだ。だから草の栄養をしっかりと体に蓄えることができない。しかも笹の葉って栄養が低いんだ。だから食べてない時はひたすら寝て、無駄なエネルギーを使わないようにしているんだ。パンダは大昔、トラや他のクマに住む場所を追われて、餌の少ない高い山に逃げてきたんだ。でもそこにあったのは笹ばかり。それで笹を食べるようになったんだよ。今日のまとめ。パンダは他の動物に住む場所を追われて高い山に逃げてきた。でもそこには笹しかなかったので、笹の葉を食べるようになったよ。パンダは笹の他にも魚や虫、蛇なんかも食べたりするよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。